ようこそ侵入者よ。案ずるな、追い出しはしない。少し質問をさせてもらいたいだけだ。感じたことはあるか？初めて見たはずの場面に遭遇して、以前もこんなことあったような気がする、といったようなことを。そうだな、デジャブという言葉は聞いたことがあるだろう。いわゆる既視感、実は脳の錯覚に過ぎないという。だが、本当に錯覚だと思うか？もし、お前が確実にそこに行ったことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、もし、お前が確実に何かをしたことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、お前は、もう完全に忘れた自分の過ちに対して、罪を償うか。だが、なぜその忘れた記憶自体が本当の記憶で、錯覚ではないと断言できるのか。結局、体験したことが真相なのか、忘れたものが記憶なのか、思い出してみよう。この世界が滅ぶ前に。ブラックゲートはまだまだ大きくなっていく。このままでは我々が突破されるのも時間の問題だ。彼らは本当にブラックゲートを破壊できるのか？今は彼らを信じるしかないでしょ。きっと大丈夫。傷は浅いから気にしないで。モンスターがどんどん増えてきてるから、早くブラックゲートに侵入しなきゃ。拡大を止めないと。アントネーワさん作った空間起点はこの先だよ。行こう。えい。まさか緊張してるの？戦い方を忘れちゃったわけじゃないよね。初めての時あなたは弱かったよね。冗談だよ。雑魚に全力を尽くす必要ないでしょ。行くよ。大好きだよ。私の必殺技覚えてる？タイムバック。時間を4秒巻き戻せて、制限を解除して HP を回復するほか、周りの敵へダメージも与えられるよ。タイムバックデート。お掃除を始めよう。やった、生命結晶がドロップしたよ。生命結晶を拾うと一定の HP を回復できるんだ。ここも掃除しなきゃ。私ももう回復したよ。一緒に最後のバトルに向かおう。こっちこっち。サボっちゃうのはダメだぞ。
起きた起きた。この人弱そう。君が本当に私たちの隊長なの？ねえ、名前はなんて言うの？うわ、泣いてる。頭変な名前ね。あ、ごめん、私少し言い過ぎちゃった。簡単に説明するわね。君は隊長選抜に参加して予想に反して合格したのよ。まあその後すぐ気絶したことも予想外だったけど、混乱するのも無理ないわね。だって会ったばかりの案に無理やり戦闘シミュレーションに押し込まれて、中で散々いじめられてたもの。君本当に調子悪そうね。記憶喪失なの？名前以外何も覚えてない。そう、困ったわね。シミュレーションに入ると後遺症が残る可能性があるって聞いたことはあるけど、本当に記憶喪失になった人を見るのは初めてだわ。君？全然褒める話じゃないと思うんですけど、これからも何も覚えられないようだったらどうするんです？改めて一から説明しなきゃダメみたいね。ここは今日6ヶ月ほど前、世界各国が他に知りたいことはあるかしら。人機使いとは特殊武器を扱う戦闘専門家で、中央庁は人機使いと隊長を管理し、彼らが異界のブラックゲートに対する作戦を続けられるよう手配する専門組織なの。他に知りたいことはあるかしら。戦術端末は戦闘、能力強化、人機使いの募集など複数の特殊機能を備えた機械なの。端末は1枚の専用端末チップで、ディスプレイがついている装置ならどれでも利用できるわ。だから人によって端末の形や大きさが異なるの。他に知りたいことはあるかしら。じゃあ単刀直入に言わせてもらうわ。君は私たちの救世主よ。ほらそんな顔しないで。私たちは怪しい教派とか詐欺グループとかじゃないから。ごめんね、お客様のお出迎えに行かないと。アン、あとは頼んだわよ。え？わかりま、じゃあ一度私と外へ出てみる？その方がいろいろわかりやすいと思うよ。街中の黒い霧で覆われているところはブラックゲートに侵食されたエリアなの。中にはモンスターがたくさんいる。モンスターを退治してブラックゲートを破壊し、人間を守るのが私たちの仕事なの。まずはこれを持って。午前でも午後でも夜でもアンはずっとそばにいてあげるよ。当たり前でしょ、私だって人気使いなんだから。アントネーワさんとは比べ物にならないけど。え？まあ私は大丈夫だよ。隊長の命令に従うのが私の使命だから。でも無駄に人気使いを呼び出して私以外の人気使いに殴られたって知らないよ。人気使いにだってそれぞれの任務やプライベートの時間があるし、ブラックゲート破壊の任務時以外は君のこと相手にもしてくれないよ。ここは中央庁、人間が異世界に対抗するための主要基地なの。全ての人気使いはここに登録されていて、
この町を守ってる。境界線都市は異界侵略の最前線で、もしここが落ちたらブラックゲートは全世界に広がっちゃう。だから中央庁はこの町のほとんどのシステムを管理していて、トラブルが起きたらすぐに対処できるの。中央庁を創立したのはヒーローさ。ブラックゲート事件以来、人気使いたちを集めて黒い霧からこの町を少しずつ解放しているのも彼なの。今思えばワクワクする毎日だったな。何ニヤニヤしてるの？辺りを案内するからついてきて。あ、この感覚もしかして。これはブラックゲートだよ。でもブラックゲートが中央庁に出現するはずないのに。早く状況を確認しに行かなきゃ。でも待って、私一人じゃ無理。せめてあと一人。とりあえず戦術端末を使って近くの仲間を召喚しよう。まずい、戦術端末の通信シグナルがジャミングされてる。だって今優先しなきゃいけないのは手伝ってくれる人気使いを見つけること。あっちにいるみたい。隔夜間近くの森にあるよ。行きましょう。忘れ物。あら、ようやくお客様がいらっしゃったようね。白夜館へようこそ。私、ここは記憶を集める場所。この世界のすべての記憶を保存している。あなた、何か忘れていることがあるんじゃないかしら。別に珍しいことじゃないわね。忘れることこそ世界を動かす重要な歯車なんですもの。人間として大切なことを忘れるのも仕方のないこと。何を忘れたのか思い出せればいいだけのこと。相応の対価をいただけば思い出させてあげましょう。通常はオパールという宝石をもらうことにしてるの。人間社会においてとても貴重で美しい宝石よ。巨大な力を持っている。でもあなたなかなか可愛いわね。今回はその可愛さに免じて無料にしてあげましょう。私の管轄で悪いことしたら逮捕しちゃうぞ。あなたの記憶よ、忘れられた記憶。なぜそう確信できるの？人は皆記憶の一部を忘れていってしまうの。たくさんの記憶を忘れる人もいれば、少しだけ忘れる人もいる。どうでもいいことだけ忘れる人もいれば、人生の運命に関わる大切なことを忘れてしまう人もいるわ。私から見るとあなたは後者みたいね。でも疑ってしまうのも仕方のないことかもしれないわね。私のことが信じられるようになって記憶を呼び起こしてほしくなったら、またここにいらっしゃい。
早く綺麗に出撃。サボっちゃうのは覚えてる？め、隊長は人気使いを強化させる力を持ってるの。初めての実践なんだから、それぞれの人気使いに力を切り替えるポイントをしっかり把握しなくちゃね。もうアントネーワさんに教わったこと全部忘れちゃったんでしょう。こうだよ。いろいろ教え、お掃除も始めよう。ブラックゲートは一度破壊したからといって完全に破壊されたわけじゃない。一度現れたエリアの近くで確実に再生するぞ。ブラックゲートにはエリアごとに核心があるんだ。核心を破壊しなければブラックゲートを完全に消滅させることはできん。僕はこの構想の提案者、レチェールだ。早くその確信を見せたまえ。アン、君、大丈夫？レチェール先生、足元に気をつけてください。平気だ。僕みたいに遺跡に慣れている人間はこんなところ目をつぶってでも歩ける。レチェール先生は保健所の所長で、さっきブラックゲートが中央庁に出現したとき、私と一緒に出てきたの。おお、なるほど、なるほど、そうだったのか。この核は
もう浄化されたんだな。浄化？僕の理論は前に述べただろう。特定の人気使い、あるいは隊長は核を浄化できると。素晴らしい。僕の理論がついに証明されたんだ。これから異世界に関することは何でも僕に聞くがいい。礼はいらんし、必ず役に立つぞ。初めての戦いでブラックゲートを破壊し、しかも核を取り除けるなんて。私たちがやることはすぐに成果が出ないかもしれないけど、塵も積もれば山となる。徐々にこの世界を平和にしていける。モンスターを倒したり、ブラックゲートを破壊したり、核を浄化したり、異世界から多くの人々を救う、それこそが我々がやるべきことなの。実際の戦いも体験したし、もう一度聞くわね。私たちの仲間になるのかしら。ありがとう。じゃあこれからあなたの任務に関して必要な知識を教えてあげるわ。ついて。ああ、来た。アントネーワさんの定番、地獄訓練。バカなこと言うんじゃないわ。この程度の訓練に耐えられなければ立派な隊長になんてなれるわけないでしょ。さあ行きましょう。では。改めて中央庁の骨格の回収おめでとう。隊長の任務で次に重要なのはエリア管理よ。一つのエリアのブラックゲートをクリアすると、一帯は開放エリアとなり、隊長はそのエリアを管理する権力を持つようになるの。私たちはブラックゲートを破壊するだけじゃなくて、この街を復興しなければならないの。よくないに決まってるでしょ。だから勉強するのよ。理論書は訓練の後君のところへ送っておくわ。今まずはエリアを巡察すること。人気使いと一緒にエリアを巡察するのは、人気使いの好感度を上げるために非常に重要なのよ。たまにそのエリアを管轄している人気使い特有の事件も発生するわ。さあやってみましょう。私でいいの？やっと戻ってこられた。どうしたんだこれは。本部がやられてしまったのか？いいえ、大したことはありません。ただ外部が少し損傷しただけです。やれやれ、残念だ。いや、なんでもない。この人、真面目な努力家というところか。私はヒーロー、君と同じく隊長を務めているんだ。まったく、アントネーワもアントネーワだ。私のようないい年した男に遠慮せずどんどん任務を与えるなんて。よくそんなことが言えますね。いつもどこかへ姿を消すのに。聞いたぞ。初めての戦いで核を一つ取り除いたんだって。前途洋々な新隊長だね。よろしく。新隊長とはあまり親しくなさらないでくださいね。悪い習慣を学ばせたくないので。任務の報告なら事務室で待っていてください。隊長。うん、相変わらず冷たいね。わかった。あ、そうそう、これやるよ。ごめんなさい、君にお祝いを用意していなくて。悪かったわ。明日私のところに来て、
それまでには用意しておくから。じゃあ次の段階に入りましょう。研究を進めれば新しい建設物へのアクセスができるようになるわ。君ならこれ以上言わなくても理解できるわね。じゃあ学習内容は以上よ。今日はお疲れ様。帰ってちゃんと休みなさい。ん？どうかしたの？見えないわ。体調しか持たない能力なのかもしれない。まあ焦らないで、今度ヒーローさんに相談してみたら。ほら着いたわ。ここが中央町の寮よ。ここの部屋は常に手入れされてる。君が気に入るといいけど。毎日任務に使える時間は限られているから、合理的なスケジュールを組んでね。疲れたら寮に戻って休みを取りなさい。私はここで失礼するわ。何か問題があったらいつでも連絡してね。